バレーボール V1 女子の岡山シーガルズが今月28日のリーグ開幕戦を前に会見を開きました。チームは新シーズンでの活躍を誓いました。今季は昨年を超える結束力を武器にファンの皆さんや地域の皆さんと心を紡ぎながら全力で戦い抜きたいと思います。岡山市北区で開かれた会見には岡山シーガルズに所属する8人の選手と川本昭義監督が出席しました。会見で川本監督は多くの人の声援を後押しにリーグで上位進出を果たしたいと決意を述べました。会場はですね、一体になってやはり戦い抜けばやはり予想外のいろいろなチャンスが生まれてくると思いますので、ぜひ皆さん温かいご声援のほど。岡山シーガルズは今月28日のホーム開幕戦でトヨタ車体クインシーズと対戦します。